バルタ。今んとこ特に変わったことはねえってばさ。あれ以来あいつの姿も見てねえし、あん時みてえな金縛りにもあってねえ。どうした新規。渦巻ボルトのことを考えていました。奴は立ち向かった。およそ叶うはずのない強大な敵に、そして打ち破った。渦巻ボルトとやり合えば勝つのはあんたさ新規、間違いなくね。それでチャラじゃん。新規がいるから俺も戦えるっす。あれは金縛りなんて生優しいものじゃない。奴と直に接触したお前とリンネガンで見ていた俺以外は起きたことを認識すらしていなかった。別にビビらせようってわけじゃないが、お前の身に起きたことは普通じゃない。用心するんだ。何か異変を感じたらすぐに知らせろ。焦ることはない。影の立場から見ればお前たちはまだ歩き始めたばかり。横にいる奴の歩幅を気にするより前を見ろ。これ返すよ。それはお前が持っていろ。俺の弟子の証だ。里に戻ってきたらまた修行つけてくれよな。ボルトと何を話してたのパパ。ねえパパ、いつまで里にいられる。何をしたいんだ。豪華球の術を完璧に仕上げておきたいの。これからのためにね。いいだろう。行こう。